ゲイマジュニア。これから GO の MV 撮影です。ちょっと朝早かったんですけど、顔目覚まして頑張ります。今日は GO の MV 撮影ですね。今から撮ってくるんですけども、完成がどうなるかまだ僕にも分からないのでね、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。初めてこういう MV の撮り方します。なんか今までこっちはここ歩いてみたいな感じだったんです。なんか音に合わせてサイドスライドは、ね、なんかこうちゃんとしたストーリーがあるというか、結構そういう撮り方をするの初めてなので、すごい緊張して難しいですけど、いいものを作れるように頑張りたいと思います。GO のミュージックビデオ撮影です。はい、 GO の振り付けが最近終わったばっかっていうのもあるので、まあいろいろちゃんと考えてダンスとかも集中してちゃんとできたらなと思います。いいミュージックビデオを撮れるように頑張ります。おい、じゃあ、やばこれ、緊張する。
1段階目が終わりました。結構難しかったです。これはなんかあのザクロのあれを思い出すような、なんかね、結構オリジナリティが必要な演技だと思ってたので結構難しかったですね。うん、皆さんどうでしたか、見てくれた皆さん。まあどれが使われるかわかんないし、全部使われるかもわかんないんで、まあこのメイキングを見て、楽しみにしてください、ミュージックビデオを。そうですね、すごく難関のものが来てしまって、まあ、大変でしたけど、まあ、ちょっと今までにない自分をちょっと見せられたんじゃないかなと思います。ぜひダンスを楽しみに。バイバイ。もし手とか使うんだったら全然もうちょっと上でガーってカメラにアピールしちゃうぐらいでもいいし、はい、あとここのライティングがね結構美味しいは美味しいんで、うん、リップの時はこっち来てもいい。うん、で急に後ろ下がって急に前に来るとか、うん、そういう動きも全然やっても大丈夫。先ほど、のシーンなんですけど、僕閉じ込められました。いやもう出口を探すのに必死でした。まあ本当に完成版楽しみなので、はい、皆さんも楽しみに待っててください。Thank you.
笑っちゃダメ、笑っちゃダメ、笑ってない、笑ってない、笑ってない、見てください。見てください。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。バイバイ。